こんにちは、中山雅史です。今日は J2 リーグ第22節レノファ山口戦について話していきたいと思います。後半戦スタート一発目が山口ということで、まあ、ホームで前半戦敗れているので、是が非でもここは勝ち点3取るために乗り込んでいったわけですけれども、相手に先制を許し、追いつき、また追加点を許し、追いつくという、ね、展開でなんとか引き分けに持ち込むことができた、まあ、勝ち点1を獲得することができたという試合だったんですけれどもね、まあ、個人の特徴はそれぞれの特徴を生かせた試合だったんじゃないかなとは思うんですけれども、ただ攻守にわたって個人の判断ですよね、それが今一つ良くなかったかなと。そしてその判断の共有ですよね、判断の共有がないと連動というものはなかなか起こらないだろうし、いろんなイメージの共有もそうなんですけれども、そういうことが試合の中で持たれないと流れのある攻撃あるいは、いい守備というものに結びつかないかなという印象はありますね。先制されたシーンもそうなんですけれども、守備のところでやはり個々の、距離を考えてプレーしなければいけないかなというものは感じましたね。まあ、あのボール状況を見て、あとはゴールの位置ですよね、そして敵と味方の位置を見てどういうポジションを取るのか、そして味方がそこにプレス行くんであったらならば、その次の人間がどこにポジションを取ってカバーに入る、あるいはその次のプレーに対処していくのかというところが重要になっていくんですけれども、その辺がまだまだうまくいってないというか、そういう細部にこだわっていかなければいけないかなというものは感じましたね。まあ1点目も2点目も結局ディフェンスが裏を取られているわけなんですけれどもね、そういうところでどういうポジションを取らなければいけないかっていうことを考えてポジションを取れるかどうかなんですよね。まあそこにボールにこう行ってる選手っていうのは後ろにカバーが来てるだろうという思いの中でプレーしてることもあります。ただそういうことをしっかりと確認した上で判断しなければいけないということも確かであって、最初誰もいない状態で自分がこう対処していくならば、まずインサイドにポジションを取ることですよね。で中を通させないっていうポジションが必要になってくるかなっていうのはあるんですよ。でそこからボールを外に出す、そこに出させてから対応に行くということで遅くはないとは思うんですよね。まあ、ただそういうところをさせないという相手の速さもあるだろうし、そこで相手にこう裏を取られたっていう部分もありますから、そういうところの駆け引き、どれだけ自分の状況判断、そこから導き出されるポジションを正確に取れていくかっていうのが勝負を分けていくのかなっていうものは非常に感じましたね。先制されて追いついたシーン、まあコーナーキックからだったんですけれども、なかなかセットプレーから点が取れないなっていう感じは受けてたんですよね。そういった中であのセットプレーから点が取れた、山本則道がニアに走っていく、相手の前に体を入れながらひねってゴールを決める、素晴らしいゴールでしたね。まあその辺も、スカウティングでここが空く、ここが弱いんじゃないかっていう部分を話し合っていましたし、それを、本当にこう表現してくれた、そこを狙い撃ちしてくれたっていうゴールでしたね。まあそれで1対1に追いついた後にまた追加点を与えてしまい、2-1という状況だったんですけれども、交代していった大森幸太郎とファビアン・ゴンザレスですよね、この2人がうまく活躍してくれて同点に追いついてくれたというね、そういうシーンでしたね。まあ、あのサイドでボールをキープしながらディフェンスが寄せてくるんですけれども、そのディフェンスの間をねうまく浮かしてボールを松本雅也に通し、そこから松本雅也がボールの中に入れるんですけれども、相手ディフェンスがちょっと触ってるんですよね。それによってボールが、ずれる、そのただずれたボールに対していち早く反応したのがファビアン・ゴンザレスなんですね。まあこれ監督から聞いたんですけれども、監督もそのファビアン・ゴンザレスに対してはとにかく前へ行け、空いたスペースを狙い、もう自由に自分で行きたいところは行け、行けると思ったらとことん行きなさいっていうような指示で出て行ってるわけなんですよね。あれ多分
交代出場した後のファーストタッチなんですよね。それを決め切る力を彼は持ってるんですよね。まあ、まだまだ日本のサッカー、ジュビロのサッカーというものに慣れていない部分はあるとは思うんですけれども、ポテンシャルという部分においては非常に高いものを感じさせてくれますし、ああいうところ一瞬のプレーというもので、ゴールを決める、そういう力を持ってるっていうものは、この試合で証明できたんじゃないかなと思います。そう考えると、これからもっともっとチームの中に馴染んでいく、あるいは選手の特徴をつかんでいく、それによって彼の特徴もより生きていければいいのかなと思いますね。まあそういうところ、個でどうにかしていくっていう力を彼は持ってますよね。まあシーズン序盤というものは相手に先制されるとなんかリズムがあまり良くないという部分がね、非常に多く見られたんですけれども、まあここ最近相手に点を取られても、そこで慌てることなく自分たちがやろうとしていることを貫いてゴールに向かっていくという部分は非常に見えたのかなというものは思います。ただそのちょっと気になったのは、攻めの部分でクロスボールに対して中の人間の動きがちょっと少ないかなっていうものは感じてるんですよね。まあそういう部分はもっと工夫が必要なのかなと思います。まあ当然点の取れる位置というものはありますから、そこにポジションを取ろうと思うのは当然なんですけれども、そこに止まっているだけではなかなか相手は触れないんですよね。相手はそこに対してしっかりとマークつけますし、横にも振られない、スペースもできない、そこにしっかり対処するっていうことにつながってるんですよね、相手に関しては。だそういった意味で中の人間がどういう動きをするのか、それが2人であったり3人であったり、そういう人間が絡んでいく動きによって相手はそれについていかなければいけない、それによって生じた、スペースにまた誰かが入っていく、そういうような動きがもっと必要かなと感じましたね。次節はモンテディオ山形ですよね。相手ホームに行って負けました。0-1 で負けてます。今回ホームで戦えるということでね、とにかくその借りはね返しておきたいところなんですけれども、相手もここ5連勝なんですよね。で監督が変わってから非常に戦い方っていうものが統一されてるんですよね。だからその統一された戦いをどうにか打ち崩していくためには、自分たちもやってきたことをどれだけ愚直にやれるのか、そして一つ一つのボールに対して多くの人間が絡んでいけるのか、そしてポジショニングですよね。ボールのあるところに対してどういうポジションを取っていくのか、そのボール状況にもよるんですよ。ボール状況がどういう状態なのか、相手がフリーで持っているのか、そしてその守っている位置がどこなのか、ゴールに近いのか遠いのか、そういうところによって、またポジションも変わってきます。そういうことを感じながらこまめにポジションを変えていくことが必要ですし、また攻めにおいてはそのボールを持っている選手ですよね、それに対してその状況を見ながら別の選手がまた動き出していくこと、その動き出した空いたスペースにまた次の人間が入っていくこと、そういうことが常にグラウンドの上で表現できていくかということが、自分たちの攻撃をより優位に、よりゴールに近づけていくんじゃないかなとは思ってます。